こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日はニンニクを植え付けをして20日ぐらいになります。今年のニンニクはすごく調子がいいような気がします。昨年はちょっと足元が伸びてきて困ったなっていう感じだったんですが、そこまで伸びてないですので順調に育っているかなっていう感じです。それ原因は何やったか。肥料が足りなかった。あ、窒素が足りなかったってこと。去年はね、それで石管が伸びて、石管というか足元が、ん、足元がビューンと伸びたので、これは球根はもうあんまり期待できんなと思いよった。石管が伸びたみたいな話をして、石管伸びるがわけど窒素が多かったらなるがじゃないかとか言うて話をした、うん、窒素が足りんかったらと思うけど、そうだね、うん、肥料が足りんかったと思う。でも今年は順調です。まあ、太り具合を見てみると、最初に植えたニューホワイトロッペンは一番調子がいいです。それが10月の14日に定植をしました。その後1週間ぐらい他のことで畑に奔走しておりまして、球根を日の当たる育苗箱の横に置いたまま忘れていました。慌てて1週間透過した後植え付けましたので、後から植えた分はまだ順調ではないですが、それでも芽はだいぶ揃いかけています。芽がだいぶ出ちゃったかじゃないの。そうだから、そのまま袋入れたまま置いちゃったので、芽がちょっとシワシワになって、あっと思って気がついた時に慌てて植えました。ですから最初の植え付けた時の初期生育というのが根の張りが悪かったかなとは思いますけど、今は順調に太りつつあります。私はニンニクに限らず元肥をそんなにたくさん入れてませんので、追肥で補うことをやっています。元肥をあまり入れると虫が寄ってきたり病気になったりするので入れてない。本当はもうちょっと勉強して元肥もギリギリのところまで入れるような状態にしていきたいなとは思っています。追肥はソイルサプリエキスとマリゴールド、何、アミビタゴールドと交互に使ったり、状態を見て窒素が欲しいなと思うときはアミビタ使おうかな、美味しくしたいなと思うときはソイルサプリエキスを使ったりとか、そんな感じで使っています。そしたら生育初期はアミビタゴールドがちょっと多いかなと、多い、収穫が近くなってきたらソイルサプリエキスがちょっと多いかなと、うん、あとはもうその時の気分でやってます。気分に左右されています。お野菜のいつも同じ肥料飲まされても楽しくないろうと思って、そう今日のご飯はもうソイルサプリよって今日はアミビタゴールドよっていう感じで出ます。でもまあのんきにやっています。あとリン酸系の肥料はどんな感じ、うん、Mリン PK をほとんどの回に入れる時が多いです。液肥の元 Mリン PK 液肥の元、そう、それを水で溶いて、薄めではありますけど1000倍ぐらいの、そのアミビタとかソイルサプリとかも1000倍、500倍で最近は入れてます。あ、ちょっと濃いぐらい、まだこれからどんどん大きくなってもらわんといかんので500倍ぐらいで入れています。Mリン PK 液肥の素は1000倍ぐらいで入れてます。それも時期によって変えていくということ。そう、伸び出した頃は色が濃くなってきたなと思ったら Mリン PK の方を500倍にしたりする時もあります。そのアミビタとかソイルサプリも1000にしたりする時もある。あるある、うん、そういうような感じで気分がだいぶ左右されますじゃあちょっと実際のニンニクを見ていただきましょうか。10月14日の一番最初に植えましたニューホワイトロッペンです。ここに1箇所芽が出ないので、えらいここ遅いなと思ってほじってみたら植えてなかった。ひょっとしてカラスがここから飛び上がった時に口に何か加えちょったっけ、うん、その時食べられたような気もします、うん、でもあとニンニクやったんでカラスは来なかったと思います。落花生のあそこを糸を引いたので、うん、カラスも食べれなくなったので、これ白いく落花生と思って加えていたけど、多分これ食べれんと思って辛いしの可能性があります。でもまあ順調です。凛としてます。根もしっかり張ってますので動きません。少々引っ張っても全然色も上等、綺麗な色
うん、色引きかもしれん、赤い木もうちょっと肥料入れてもいい、うん、一番の葉がちょっと赤いろ、そう黄身がかかってきちゃうと、ね、そうそう、うん、裏は緑やけど、うん、色薄いので肥料切れかかってると思う、肥料やってもいいかなと思う、こんな時液やったらやりすぎやないと、うん、500倍ひょっとして300倍でも構わんかもしれん、その後、名護に引き続き効くわけじゃない、うん、さっと効いて、液肥の場合は切れるのも早いので、どれぐらいで切れるの？1週間10日ぐらいかな、あ、こんなに早く切れる、うん、ということはサイクルは1週間10日ぐらいのサイクルで書く、そうそうそう、切れる頃にまた書く、うん、本当はこんな色になる前にかけた方がいい、これぐらいの時にね、これこっち赤いろ、黄色いね、うん、こっちは、うん、こうやったらちょっと薄いかな、でもこうやって見たらわからんの、うん、これぐらいの時にかけると切れすぎたらなかなか効きにくいん、肥料っていうのは、はい、完全に切れる前にやった方がいいかなと思ってます、それ黄色いけどなんで赤いっていうか、色が緑じゃないけ赤いっていう、黄色やけど 赤いっていう色が、アセチューっていう意味、赤やないけどアセチューという意味、赤いねって稲でもそうや、ちょっと色が赤いって言うけど、アセチューっていう意味、色の赤じゃない、色の赤じゃない、色赤くないじゃん、そろそろ肥料やってもいいかなとは思ってます、まあ順調には育ってます、1週間10日遅かった分、こんにちは、こんにちは、葉ニンニクも去年ここの足元がすごく長かったんですが、今年はそれほど気になるほどは長くない、ところどころに長くなってるのがこれなんか長いけど、肥料がいけばこれがまた大きくなってくるのでいいかなとは思います、今量販店何産直、そうやね、うん、産直のお店で葉ニンニクをすでに売り始めていますけど、葉ニンニクはこれよりもうちょっと伸びたぐらいの、周りはこれぐらいの、うん、5ミリぐらい、これよりもうちょっと大きいかな、うん、を10本ぐらい束にして売っていますけど、それは多分植え付けた後小さいのが残るんですが、それを詰めて植えていくと葉っぱが伸びてくるので、それを葉ニンニク用に植えてる、販売してると思います、早うに収穫してという、うん、そう、詰めて植えると肥料どっさりやっていくとずん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 太るんですよ、縦に、だからそれを葉ニンニクとして販売してるんではないかと思います、昨日見たら早売ってました、あ、そしたらうちらやったら結構大きくなってから球根用のやつをニンニクとして使うけど、うん、けどそうじゃなくても専業に、うん、だからそれは葉ニンニクとして根はつけてなくて、球根になるところはついちゃうやろ、ついてない、まだ今のこの丈は伸びても足元には種の球根が残ってるので、その球根と根元を全部切って、あ、ほんだらネギみたいな形で売る、そうそうそう、ネギも本当は前は根をつけて売りよったんやけど、今は根をなくて売るのがだいぶ増えてますよね、そんな感じで売ってます、そうなの、うん、早葉ニンニクが出たなと思って、まあ好きな人は待ちかねてるのでね、そういうの栽培の仕方もありやね、ありやと思います、まあちっちゃい球根をね、肥料よけあっても病気になる前にも収穫やもんね、そう、球根になるまで引っ張らんから病気になる間がない、そうやね、うん、気にせんで、ね、そうそうそう、肥料がよく歩きちょっと柔らかいし、うん、えぐみがどうかだけで、まあニンニク焼きそんなえぐみはないと思う、あ、置いたら一番最高や、ロッペンな、でもそうやってやったら葉ニンニクみたいに、ロッペンでも若かったら葉がそんなに硬くないので葉ニンニクとして食べれる可能性はあります、そういう栽培の仕方したらいいかもしれない、はい、小さいのは ね、 ね、うん、そう、今まで私も小さいのは捨てやったけど、来年からやってみようか、スペースもそんなに余計いらんし、いらん木、詰めて植える木、そうやね、葉ニンニク用にね、それはもうロッペンも葉ニンニクの球根も一緒のまでこじゃで植えてもいいと思う、まあ分けた方が、分けた方がいい、間違いない、まあ確かに、今はうちは葉ニンニクで売るとしても元が大きくなって元の種の球根がなくなって茎が赤くなってそれを束にして売ってたので、そうじゃなくて若い苗を売るっていうのもありかなとは思います、ニンニクの好きな人はね、もう葉ニンニク待ちかねてるので、私はニンニクを栽培するときに他のも一緒かな、追肥は液肥を使っています、液肥は効きも早いですが切れるのも早いですので10日に1回ぐらいの終わりで追肥で補っています、成長が進むことによって肥料が多くなったりすると
錆病が出る場合がありますので、そんな時は消石灰を頭から振っていきます。葉ニンニクなんか葉っぱを収穫して食べる場合には消石灰振れないんですけど、球根を収穫したいという場合には錆病の出始めにまた予防に消石灰を振っていけばだいぶ変わってくると思います。アルカリで菌が弱ってくるということ。そう、消石灰振ることが多いですが、球根収穫間近まで追肥をずっと続けていくっていうのはちょっとまずいかなと思います。それは収穫した後球根の保存で腐ることが多いですので、収穫の時にはもう窒素分がほぼ少ない状態に持っていくのがベストかなと思っています。化成肥料なんかの粒の場合はお水がかかってそれが溶け出して効いてくるということになりますので、いっぺんにパッと溶けて効いてくるような粒ではないと思いますので、結構長くよく効きます。効きがとてもいいです。ですから入れる量に配慮が必要かなと思います。たくさん入れていくと錆病になったり根がやられて足元から腐っていったりとかいうことがありますので、まあそこのところは入れる量を注意していった方がいいかなと思います。ちょうどに入れられたら一番いいけどね。そうそうそう、プロの農家さんはここへはこればっていうのが大体把握できちゅうので、ちょうどに行くようにやってると思います。そうやね、うん、何十年もの経験があるわけね。そうそう、でもまあ家庭菜園で私らみたいに少しずつやっていく場合はそこのさじ加減がなかなか難しいので、だから私は液肥を使っています。そのさじ加減がしっかりできたら、うん、それは粒の方が手間かからない。手間かからんし、じわ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 効いていくので、お野菜は大きくなりやすいと思う。自動で効くよね。そうそうそう、全然気にせんでいいという、うん、たまに見よったらいいみたいな。そう、だからそれはまあ私もちょっと勉強していかなきゃかなとは思いますけど、今のところ液肥が無難かなと思って液肥を使っています。まあ肥料のやり方一つで野菜の育ちがうんと変わってくる、うん、そうそうそう、失敗するかも嫌やし、うん、特にニンニクとかもう来年の種用にも残さないかんので、うん、病気のきた球根を種には残せないので、やっぱり用心深く肥料をやっていくっていうことが多いですので。そうだ、ね、半年ぐらい畑におるのに、うん、期間が長いからね、途中で選別したら病気が来たらね大変なことや、うん、また買い直しっていうことで一昨年種を購入しましたけど、もうちょっとやるのに6000円とかするので、用心しながら栽培はしています。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ、今日はなんか元気ない。ちょっと元気ないの。疲れちゅう。何時からやるの。え、今朝5時半に起きて準備して、うん、7時前に来た畑。ほんで元気がないの。疲れた。仕事のしすぎな。しすぎ無理せんといてください。どうもありがとうございました。ニコ、こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日はニンニクの植え付けをして約1ヶ月ぐらいかな。1ヶ月見てないの。やり直します。どれぐらいかわからん。